はい、どうも、テラコヨスタディ、テラコスタでございます。今回もですね、受験日本史やっていこうかなと思っております。飛鳥時代のですね、光徳天皇記についてお話していこうかなと思います。時代としてはですね、645年から654年だと思っていただければ、結構です。はい。で、天皇と年号をですね、これから覚えていきましょうというところです。大化の改新からですね、年号を使い始めましたので、その天皇とですね、年号がですね、一致するようにしていただければなと思います。光徳天皇の時はですね、年号が2つありますよと。前半大化です。後半白治ですというところに、ね、着地していただければなと思います。で、光徳天皇が亡くなるとですね、重祖指令でですね、大明天皇、重祖じゃないですね、長祖ですね、これね、長祖。斉明天皇という人が天皇になります。この斉明天皇というのは、元光玉天皇です。はい。光徳天皇の姉が光玉天皇ですね。で、光玉天皇がですね、弟にですね、譲位したんだけども、その弟が亡くなったんで、もう一回ですね、姉がですね、天皇になると。いうような、特殊な形になります。元天皇がまた天皇になることを長祖っていうので、その長祖のイメージも捉えておいていただければなと思います。で、この時のね、時代いろいろありましてですね、左大臣、右大臣のところで問題があったところについてお話したいと思うんですが、左大臣ですね、内麻呂という人がですね、病死してしまうんですね。で、死んだ理由は何なのかというところでですね、右大臣のですね、曽我の石川麻呂がね、謀反を起こそうとしてるんじゃないかっていうね、噂が流れますよってところです。この噂を流したのはですね、石川麻呂のね、弟なんですね。石川麻呂が謀反を起こそうとしてるよっていうふうに密告してですね、石川麻呂が追い詰められてですね、山田寺で自殺してしまいますと。後にですね、無実だということがわかるんですが、そういったですね、人生を歩んでいってしまいますよというところでございます。はい。で、その後ですね、内部対立が起こりまして、光徳天皇がですね、難波の長江の豊崎の宮というね、都をね、大阪に作ったんですけど、中大兄皇子は、和郷、いわゆる飛鳥宮にですね、戻ろうぜっていうふうにですね、言い出したんですね。そこで光徳天皇がですね、もう都作っちゃったんだし、ってちょっとそれはっていうふうにですね、中大兄皇子とですね、揉めるんですね。で、中大兄皇子と揉めてですね、最終的に中大兄皇子がですね、和郷にね、帰ってしまうんですね。なんてわがままな王子なんだって話なんですけども、かつね、その帰るときにですね、官僚を従えてですね、有力な人材をですね、すべてね、飛鳥に従えても持って帰っちゃうんですね。はい。そういったところでですね、光徳天皇がですね、悲しみに、浸ってですね、死んでしまうっていうような流れになっています。悲劇のストーリーですね、日本史っていうのはね。そういった形でですね、光徳天皇も亡くなってしまい、中大兄皇子が、飛鳥宮、和郷にですね、行きますよってところです。で、その後ですね、その光徳天皇の皇子ですね、有馬皇子ですね、有馬皇子が、曽我の赤江っていうね、赤い兄と書いて赤江ですね、ですね、政府にですね、クーデターを起こすんですね。ただ失敗してですね、処刑されてしまいますよと。この処刑されたことによってですね、王子がですね、死んでしまうというところで、跡継ぎがいないね、後継者がいないよってなってしまってですね。だから、先ほど申し上げたように、姉のですね、光玉天皇がまた天皇になりますよっていう話になります。光玉退場、太上皇がですね、光玉天皇になりますよというところ、斉明天皇になりますよってところですね。そういった調査っていうものが行われますよ。で、調査されてですね、中大兄皇子がですね、飛鳥宮に、戻ってしまったんで、光玉天皇、ね、飛鳥の板淵宮でしたけども、そこにですね、また君臨することになります、斉明天皇がですね。はい。そういう流れを
追っていただければなと思います。そうなんです。都もね、南蛮だったんですけど、またね、飛鳥に戻りますよっていうところですね。そういうところもですね、都の移り変わりというのをイメージしていただければ、いいんではないでしょうかというところです。で、今回はですね、ここまでにさせていただきます。次回からですね、斉明天皇の外政について語っていこうかなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。この動画がためになったという方は高評価、そしてチャンネル登録をお願いいたします。ではまたお会いしましょう。またね。